どうも皆さんこんにちは、コマフヘです。どうも、シュンです。どうも、ティゲリです。ということで、はい、今回ですね、このお二方と一緒にハーフカートレースという、はい、まあ僕がやったことあるハンライフで下るやつをやっていきたいと思います。おお、難しいんだよなこれいやこれね、モードがあるんだけど、今2ハートだけど、これで、おいた、あ、やば、0.5ハート、これですおお、一番難しいやつだね。そう、あれだね。いやもうこれ一回でもやられたらすっげー前に戻されるからね。よく見るやつやこれ、このよく見るわ。やっとできるようになった。それでは3、2、あ、だよ、おい、そういうやつか。いやだけどこっから負けるわけにはいかない。やばい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 、一緒に進んでいけば。ちょっと待って、あよTKD さんが、あ、そうだ、これ当たり判定あるんだ。あ、そうだそうだそうだ、これ、あっ、え、今ダメージ食らったのに、のたまーにあるよね、その無敵ゾーンみたいなのがここ、あっ、あー、おー、しょしょ、頼む頼む、待って待って、無敵ゾーン発生、オッケー、発生した、無敵、あ、待って、無敵ゾーンが、待って、あー、待って、ゾーン、あ、最後の最後に死んだ、待って待って待って、あ、やー、TKD さん、だが俺はショートカット、あぶれ見たか、このノーダメージ作戦。今死んだと思った、あぶねあ、ま、こっちやってるわ、ま、ルートがわかんねえ、あ、もう洞窟行ったぞ。でも洞窟、ねえ、頼むって、おぉ、 0.5 になったから、何だか、何だかったんよ。ジャンプしまくってもいいね。あ、あぶねえ、TKD さん今どこっすか。今俺、ちょうど今洞窟入った、もうっ、はぁ、おい、ログがもう一人しか流れない。マジで、ちょっと待って、俺、あ、惜しい、やばいな、あ、抜かされた、こういうことか。なるほどね、俺も今分かった、やっとここの生き方が。なるほど、抜かされたんだけど、最悪、あれ、あ、こっち、なるほど、え、どこにある、これか、やばい、風波さん抜かされる、やばい、これ抜かされる、いや、ほんと、マジここダメか、もう、あ、負けた、振り負けで、うわ、強いわ、俺今ちょうど水来たからね。そしてシュンさんも、おい、そして今、風海さんを見に行ったと、おい、許してくれよ、もう分かった分かった、頼む、あ、おい、TKD さん制作者もしかして、おい、分かってたよ、実は TKD さんこれ制作者でしょあれ、俺こんな建築力あったっけそれではちょっとね、僕がお二人に土下座してもう一度やらせていただけることになりました。ありがとうございます。なるほどなるほど、それではまあやろう、さすが、始めていきましょう。よーし、マジで負けない、押してくれ、俺が何なの、押すのはね、やめといた方がいい、押すのはマジに、あの、天下行為になる。ジャンプジャンプ、ここだよね、まずは、よし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 、3マスな大丈夫っていうの頭入れて、おーっと TKD さん、おーっと1位に君臨した。最初だけだから、これね、多分、うん、そう、序盤1位になってもね、絶対に後半で死んだら意味がないと思うじゃん。これはもしかして TKD さんが1位に降臨した。まだまだ、いや、始まったばっかしすぎてね、まだ勝負がわからん。やべえ、やばい、ほんとバカ、こういうのバカ、いやー、やっとここ来た。ちょっと待って、え、もっと俺さっきのルートこっちじゃなかった気がする。マジでどういったんそっちは。え、なんかあんなジャンプしてない気がする。2人に追いつきたい。そして風さんが上か、多分テキリさん上のルートいっちゃうんでね。よし、やってきた。2人ともどこいる。マグマ抜けた、もしかして。今もうマグマ抜けて、今洞窟抜けましたね自分。早い早いよ、早すぎる。待て、サボテンや、なるほどね。待て、俺もサボテンだ。パス。二人ともいい勝負してんな。ちょっと。いやー、これ 1.12 とかだったら、1.13 か、1.13 だったら、めちゃくちゃ早いんだろうな、いくん。確かに、泳ぐだからね。あ、やべ、結局わかんずに終わっちゃった。よし。やっと入ったよ。水のルートに関してはね、ほんとわかんないんだもん、これ。忘れる。ほっ。待って、俺マジで超リスクを犯して、すげえ早くサボテンルート抜けられてんな。慎重に来すぎて逆に TKD さんに追いつけん。なるほどね、これが TKD さんの走りね、いつもの。TKD スタイル。やばい、待って、俺結局さ、最短ルート分かんなかったんだけど、また。覚えられんわ。やばいやばいやばい。いや、あそこ結構いいんだけどね、ほんと忘れちゃうんだよね。怖
怖い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 、こっちだな。さあオーシャンを抜けていく。待って、俺今オーシャンサボテン耐えたな。ほい、やばい、このまま普通に抜か、普通に無理かもしれん。でもさっきシュンさんが水抜けたみたいなこと言ったから、なんか多分ちょうど1ステージぐらい違うんだな。やばい、ああ、さあ炎ゾーン、ここでもう突破。そうそう、ここだよ、ここでマジで決まる。俺ここも大嫌いなんだもん。ここ俺もう走り抜けようかな、チャレンジしてる。おほらもう絶対走り抜けちゃダメなんよ、これ。おっと、TKさんやられた。やばい、さっき走り抜けたから調子乗ってしまった。いいぞ、そのまま俺を待ってるんだ。よし、やっと水抜けた。ほんとに。いや、もうここね、どんなにもう誰かに言われようと思うね、慎重に行くから俺。お、よいしょ。違うルート来ちゃった。おっ、エンドヒル来た。エンドヒル来た。エンドヒル。これで終わりだ。くそ。正直あの炎ゾーンがね、一番怖かったもん。これ、あの炎ゾーンなら決め手は本当に。炎ゾーンちょっと次もダッシュして走ってみよう。あ、俺ネザーゲート見えた。マジで。待って、それ。え、おっと、TKさん。まあ、俺ここで決めるんで、ここで決めるんで。TKさん、大胆に。おーっと、死んだ。TKさん決めた。ここで決めた。やばい。いいぞ。やばい。俺が追いつけ。なんだよ。風海戦はどこだ？俺もすっげえ、すっげえ、おお早い。俺今すっげえ後ろなんだ。あれ？本当に。ネザーゲート通りました？いやー全然通ってないよ。あれ？ちょっと。うん、全然ネザーとか言ってない。通ったな、今通ったな。あ、いる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 。やばい、全力全力ダッシュ。これさ、こっちなんかショートカットゾーンあったけど使いません。おっと、ガチできた。ガチです。ショートカットゾーンやめといた方がいいよ。じゃあ炎ゾーン一緒に駆け抜ける。あ、一緒に駆け抜けて。なるほどね。あ、なるほどね。なるほどね。そう来る。ノンストップ縛りしますか、これ。いいっすね。もう最後の勝負ということで。いいっすね。マジか。自ら、あれ自らもう。あ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。そっち難しいかな。その下やな、ね。あ、なるほどね。なんで俺が やった俺がルート忘れちゃったな。まあ1回目来たか来てないかな。待たせたな、TKDさん。おっと。もうついに。ソウルサンドで足が取られる。おっと、おっと。まだ来てなかったな。おっと。じゃあ、さあ、この辺から勝負しますか。勝負か。行こう。じゃあ、こっから15秒、あ、30秒スタートになる。オッケー。ソウルサンドだ。30秒スタートで。もうノンストップでね。これもう、あそこの炎を駆け抜けないかな。あの10分30秒で。よーし。もうついにいい勝負来たな。見れるか。スタート。これさあ出だしはいい。あ、やべえ。最後の戦い。かかった。おい、待って、見えない前が見えない。前がみんな本当に。ああ。いい勝負いい勝負いい勝負。ああああ。やばい。おお、当たった。やばい。ああ。皆さんがやられた。むずい。何これ。オッケー、抜けていく。お、本当に抜けた。本当に。ヒゲさん抜けたよ。え、すげえ。本当にすごくない？それ。これはもう、いや、1回戦目はこれの感じでしたから。そう、俺これで抜かされたもん。あ、そうなんだ。え、ゴールしてやろう。ここ。いやー、くっそ。無理やった。おい。03秒。なるほどね。ジップ35秒03ですね。分かった。じゃあ俺が、前一人でやった13分を切れるように頑張ります。お、13分、あと1分だね。さあ、ここ、ここですね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。タイム分かんないんだよね。やばいよ。そうなっちゃう。はい、壁沿い行くの割と安心です。そうね、壁沿いが、これが一番マジで悪いわ。連続ジャンプするのには壁沿いいたら引っかかるんであれですけど。あ、なるほどね。お、お、いいぞいいぞ。こっから割と道がある。マジで TKG さん早いね。道がある。いいぞ。よきよき。よし。そして最後のエンドヒル。やっと行ったぞ。今何分ですか？おっと、お、15分までにたどり着けるか。おっと、30秒ヒルクライミング。これ30秒割と、あ、どうかな。待って、きつくないこれ。やべ。グダグダしすぎたら終わる。やばい。今ちょっともったいないな。やばいよ。もうこの。10秒。もうスノボーのこの知恵を使って。あ、来た。昨日のスノボーの知恵を。やばい、ミスった。あ、やばい、ミスった。あ、やばい、ミスった。5、4、3、2、1、はい。終わった。
絶対これちゃんと行ければすげえいい時間帯で着いてたかもしれん。途中でなんか突っかかってたな。あー、くそー。あー、悔しい。お、さあ、最後。よし。いけ。最難関。最難関。あー。そう。あぶねえ。あー。12分55秒。6。16分だったっていう。くそー。いや、二人ともがね、ちょっと、強かったですね。ということで、ちょっとね、いや、本当にマジでボッコボコに、ね、されました。あれ、なんか面白いけど、なんか石が荒ぶってるよ。嘘、石ほら、え、あ、消えた。え、な、シュンさん何を見てるんだ。シュンさんに今幻覚が。いや、俺の動画見たら分からず。なるほど。おお、宣伝っすね。ということで、シュンさんのチャンネルは概要欄から、そして、はい、TJ さんの Twitter は概要欄から見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回見てください。じゃあ、バイバイ。バイバイ。